ちは。こんにちは。さて、はい、プロ野球に関わってもう何年だ。私プロ野球ニュースをやって6年です。6年って言ったらすごいよな。まあ昔はさ10年一昔って言ったけど、やっぱもう最近では5年一昔だよな。そのぐらい時の流れが早いし、そうですね、まあ移り変わりが早いでしょ。で5年間やってる中で番組でさ、ものすごく印象に残ってることって何がある？やっぱ6年やったらなんかあるだろう。俺なんかはさ、ガンちゃんと片岡と俺とで出てて、みんなが3人が笑ってもう放送にならんかったっていうのがさ、これあの YouTube でガンちゃん笑い、岩本勉笑いでさ多分出てくると思うんだけど、 YouTube でね。だけど、まあ、そういうのがすごく印象に残ったりとかもするんだけど、うんうんうん、何印象に残ってる？いや私は逆に結構豊さんもそうですけど、一触即発のムードになるっていう。例えば誰と誰言っていいですか？言っていいよ。豊さんと平松さん、当初すごい怖かった。あ、そう。はい、いや絶対プロ野球ニュースご覧になってる方はあーって思ってくださる方何人かいると思う。あ、そんな雰囲気が漂ってた時あった？いやめっちゃ怖かったですよ。もうなんか平松さんもやっぱり曲げない、豊さん、いやそれは豊か違うよ、いや違いますよって言って、2人して顔ばっかりして。あ、そう。ありました。何年ぐらい前？5年前ぐらいですかね。私まだ2年。怖いと思った。怖いと思って、だからそこから解説者の方のこの相関図ってあるんだなと思って。あ、俺は全く印象にないな。本当ですか？それは番組的には美味しいでしょう。いや美味しいと、だそれがプロ野球ニュースだなって思いました。この本音の、うん、もうあの嘘偽りない感じが、年齢も関係ないっていう。でも70歳の4人って微妙になんかこうちょっと違うよな。仲いい悪いがあるよな。意見合う合わないっていうのは。そうですね。でも他はあんまり感じないでしょ。感じないですね、確かに。じゃあさ、6年間いろんな解説者と、いろんな解説者って全員来てるわな番組に、はい、うまいランキングを。やだやだ。なんだよ。嫌ですよ。何が嫌なんだよ。嫌ですよそんなの。何が私みたいなのに選ばれなかった人のポンコってどういう顔して会えばいいんですか？私みんな。そうか、じゃあ下手くそランキング。いやもっと嫌です。そうなの？なんで？もっと嫌ですよ。あ、そういうことか、はい、あ、この人の聞いてたらなんかすごくこう入ってくるなとか、あ、そういうのってあるじゃない。はい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 。やっぱ言い方が良くないな、うん、うまいランキングとかじゃなくて、そう聞きやすいとかあるじゃない。聞きやすい、うんうん、それ誰？そうですね、いや何人かいらっしゃいますけど、そんなとこ見てるんだって思うのはでも結構豊さん。あ、そう。まあ、なんかこう、いや俺のことはいいよ、なんかお前なんか取って作ったような感じ。あ、でもね、私の父は豊さんの日と平松さんの日が結構勉強になるって言ってました。私の父はもう毎日見てるプロ野球ニュースで言ってたというのを。一触即発の、一触即発バーサスバーサスか、バーサスっていう感じは全くないんだけどね、平松さんに関して。あ、そうですか。いや、まあまあ曲げないなっていうのは感じてるよ、うん、感じてるけど、まあ MC やる機会が多いじゃない、はい、だからそんなに、あ、曲げなくてもいい、うん、別に自分の意見だから曲げなくてもいいと思ってるから。そうです。うん、いや、それで最近は井端さん。井端は細かいな、面白いですね、聞いてて、あとこうやっぱりまだ日本代表のコーチとかもやられてるから人脈もすごいあって、あの三塁コーチは必ずこういう風な態度を取るから、あの時は絶対にこうしてたんだよとか、サイン出てたんだよとか。井端出てくる？え、ここに、うん、え、嘘。もう日にちも決まってる。え、来てくる？10月入った鳥が。うわー、すごい。来たい？来たい。火を来た。来たい。やった。来てもいい？来たい。2人でいじり倒さないと。面白い。井端さん面白い。面白いな。他は？あの中継見てて面白いなって思うのは片岡さん。あのプロ野球ニュースの本番。片岡はあいつね、テレビに出てたらクソつまんないから。そうなんていうか。
あいつ変わりますよね、くそつまんないよ。変わる。普段の片岡お前全然面白いから。そうだから言ってんだよ、お前これをテレビに出せって。あれなんでかしこまるんですか。なんでなんかな、うん、それもさ、なんかこう標準語の関西弁みたいな感じでしょ変な言葉遣いになっちゃうんだよ。そうですね、だから無理しなくていいの、関西弁でいいのにさ、うん、標準語の関西弁使うでしょ、変な感じなんだよ。いやだから YouTube に出てもらったけど、すんげえ楽しいよね。楽しそう、見ました、拝見しました。まあ、あれで一気やさ、一大人気者になるのにさ。そうですよ、うん、だけどあいつにも YouTube をやらそうと思って。おお、じゃあちょっと、じゃあ片岡さん本来の姿が見られる。いやもう出すために、出すために、ああいうこと。いやいや、あいつはね、引き出しあるし、記憶力いいし、うん、だって全部あのバッターボックスにバッターが出すたびに、高校から大学、社会人まで全部言えますあいつはオタクだもんな一種のオタクだからね、うん、それすごいなと思って、全員言うから毎回、うん、それがね面白い。で佐藤はもう YouTube もやって一緒にやってるけど、はい、あいつは番組に入って野球を始まってから番組が終わるまでずっと喋ってるよなあいつずっとカメラ回してても多分止まんないよな。全くオンオフないですよ、ね、まだ変わらないよね、あいつは。いや、え、人ですよね。いや、いいよ。なんかこの前空港でたまたまお会いして、ああって、私あの旦那さんがいたんですけど、大学同じなんですよね、帝京で、ね、でずっとあのテンションで喋ってました、ロビーでだからみんなうじゃうじゃ集まってまたね、声がでかいんだ。でかいですね、声が通ると。そう、これ朝とさっきちゃんみたいにもうファンの人もなってるんだけども、と初対面で20分30分喋れるから、あらすごいな。すごいな。真中はほんわかしてるし、ね。ああいいですね、なんか。な。扇風機おじさん。扇風機おじさんでな、ほんわかしてるしな。あと谷繁さんもすごい面白いですね。なんかこう勉強になります。解説聞いてて。あいつも細かいよ。ああそうですか。細かいところ見てるよ。だって画面のさ、一番上に切れ端の足がしか映ってないところを解説するときあるからね、これ見といてくださいとか言って、いやいやいやこの足だけしか見れないからみたいないやそこまでやっぱりこう、いやいや目が行き届くというかね、やっぱさすがキャッチャーだなって思いますね。でもやっぱこうあれだね、こういろんなことに馴染んできたね。あ、だテレビもそうだし、うん、まあ、プロ野球ニュースのスタッフもそうだし、だこの前山田に屁かましてたの、バーっていやいや本当にめちゃめちゃ馴染んでるじゃないですか。いや馴染みすぎだよお前も。それ何発も言ってた。あいつへこき虫じゃない。あ、そうなんですか。ええー、山田さんびっくりですね。えっていやだけど、まあだけどそう言いながら解説になったらバシーいくからね。いや確かに、だからいいところをやっぱ見てるよね、うん、だからその片岡もそうだけど、現場から本当に近い人間っていうのはコーチ目線だとか監督目線で見るから、はい、だからすごく勉強になるよね。確かにそうですね、うん、それは俺は感じる、うん、ただそれがね辛くなる時があるんだよ。俺もそうだったんだよ最初。やっぱ細かいことをチェックしてても確かにすごいけど、これが視聴者に伝わらないんじゃないかっていう視聴者目線になるわけよ。ああ、細かすぎて、うん、細かすぎて、だから見えてるんだけどやっぱこっちをこう持った方がいいだろうなとか、うそういうふうに変わってきたね。ちょっと一回細かいところまで見てみようかな、画面のこのスンってこの足とかさ、この足がね右側に向きゃいいんですよみたいな、そういう解説もしてみようかなとか思うけどいやでも野球ファンは喜びますね。喜ぶかな、うん、でもそこまでやっぱり若手というか新しい現場狩りのまだ時間が経ってない人間たちは、うん、やっぱそこら辺もこう見ようとしてるよね。いやすごいですよ、うん、だからそういう意味ではすごく勉強になるよね、うん、俺もやっぱこうドキッとする時あるし。え、誰ですか豊さんがこの人の解説鋭いなって思うの。やっぱり井端とか、あまあ、タネシギもそうだよね、うん、まあ、タネシギはキャッチャー目線っていうのがあるじゃない、はい、で井端っていうのは同じ内野手だったから内野手目線っていう意味では、はい、やっぱりいいとこ見てんなとかそういうのはあるよね。ですよね、井端さん。でもシャイですよね。シャイ、すごい。あとは伝え方だな。ああ、演出、演出、おしゃべる演出、
そういうのが少し、はいはい、もうちょっと上手くなってくれば抜群の解説者になると。あ、うん、まだじゃあこう解説者としてだってね、去年まで、ね、いやそうそうだよ、コーチでいらっしゃいますね、うん、そう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 。でもやっぱこうボソッというところがいいのかもわかんないしね、うん、そうですね、うん、独特の。だから一番俺はね、そういう面ではもったいないのは片岡だよあいつね、あいつどんなことでも笑いに変えられる天才的な喋りを持ってるから。ほんとそう、いつも私もオンエア前にお腹抱えて笑います。オンエア前大爆笑してるよね。大爆笑してるんですよ。だそれはオンエアの時にめちゃくちゃ固くこう喋ってるので俺は大爆笑するんだお前何やってんのやっていやそう思うわ。いや本当ですよ ね。だからまあ片岡は俺はちょっと変えていこうと思う。まあ YouTube とか何回か出てくれたから、はいはい、YouTube って楽しいですねってあいつ言ってきて、楽しそうでしたもん。いやそれでまあなんかこう後輩みたいなのも YouTuber でいるんだって。へえ。じゃあ北川さん俺もやってみようかなって言うから、いやお前絶対 YouTube 向きだからやれっつって、まあ最初に10月1日からスタートするという。え、10月1日にね、動画を上げれるかどうかわかんないけど、はい、片岡チャンネル。嘘。まあタイトルはまだわかんないよ、はい、片岡あっちゃんチャンネルとか言いづらいあっちゃんチャンネルじゃわかんないでしょ片岡あっちゃんチャンネル、あっちゃんチャンネル、あっちゃん、あっちゃん、あっちゃん、あつしのあっちゃん、あっちゃんチャンネルかなんかで、うん、立ち上げる。あ、じゃあ本当にこう片岡さんのチャンネルでまた皆さん登録してってっていうこと。もちろんもちろん。でそれは10月1日から、10月1日に大阪行って、はい、俺も嘘。いやそれで初めて撮影をするってあいつのチャンネルで。いやで動画はねいつから上がるかちょっとまだ分かんないんだけど、はい、だけどそういうチャンネルができるという。あの片岡さんがこうじゃあ豊さんみたいにゲスト呼んで、まあゲスト呼ぶかそのペアで誰かやらすけどね最初。最初は硬いと思うよちょっといじってこようと思うけど ね。お前何硬い見合いみたいな。歴史として残るからいいですよ、その変貌が見られて。 あいつがね弾けた時は絶対人気者になるから。いや楽しみ、ね、交互期待ということで、はい、してください、ね、はい、はい。